どうも、徳島県住みます芸人のミットシーです。今日はですね、フィッシュカツを使ったアレンジ料理を作りたいと思います。フィッシュカツってなんやって思っている方もいらっしゃると思います。フィッシュカツとはですね、こちらでございます。こちらはですね、白身魚のすり身にですね、調味料、カレー粉、唐辛子などを加えて油で揚げてる食べ物でございます。こちらも徳島県のソウルフードでございます。もう私も大好きで小さい頃から食べておりました。僕はですね、もうカツといえば、トンカツより、まず最初にフィッシュカツが出てくるぐらい、それぐらい身近な食べ物でございました。今日はですね、このフィッシュカツをカツ丼にしたいと思います。じゃあ早速参りましょう。まずじゃあ、玉ねぎ切っていこう。普段から料理してないなみたいなのが見えるんだろうな、これで。そうなんです、普段からあまり料理しません。玉ねぎは4分の1ほど使いたいと思います。薄く切った方がね、ダッシュが旬もと思って、この最後のギリギリのところ怖い、切るのが。ああ。もう太くていいか。よし、切り落といてと。で、次は調味料ですね。砂糖小さじ1杯、だしの素小さじ1杯、みりんを大さじ1杯、醤油も大さじ1杯、料理酒、も大さじ1杯。おいほいほいほい。おいしい。大丈夫かこれ。思ってるほど出汁がねえな。いけるかな。あれ？弱火で煮込んでいきたいと思います。カツを切ろう。カツは今日はもう2枚使おう。ちょっと大きめに切っとこう。どうしよう。やっぱ出汁少ないかな。醤油ちょっと足しの、みりんちょっと足しの、日本酒ちょっと足しのおつゆを足そう。もう最初に真面目に言うてたら何やったんや。これぞ男の料理。よし、あ、いいんじゃないこれぐらいでも。いやちょっと多かったかな、出汁。もうどっちやねん。よし、卵は2個使おう。じゃあもうめちゃくちゃから入った。もういいねん、こんな。よし、もちろんから入ってるよ。よし、よし、卵は上がりか。よし、ほなこれカツ乗せていこう。こんな感じ。よーし、卵投入していこう。いい感じに完熟感よ。もうカツの上の部分やん、もうこれ見た目は。いいよ、ご飯ご飯。よいしょ、ご飯の上にがっつりいこう。うりうりうり。卵がちょっと長いパンにたくさん残っちゃってるけど、よいしょ。
できました。なんとか。もう、見た目、カツ丼です。うん。これは楽しみだ。食べてみよう。では、早速いただきたいと思います。いただきます。うん。見た目はやっぱ、普通のカツ丼も、茶色と黄色感もカツ丼でしょ、これ。ちょっと楽しみ。だってもう、美味しいやつと美味しいやつが一緒になってるんやから。いただきます。うん。うわー、美味しい。これご飯進むわ。調味料、適当になったけど、味付けちょうどいいです。フィッシュカツには、無限の可能性があるな、これ。フィッシュカツ丼。いける。美味しい。皆さんもよかったらフィッシュカツ丼作ってみてください。まだね、フィッシュカツ食べたことない方、ぜひぜひ食べてみてください。というわけで、フィッシュカツをアレンジ料理しよう、うまいカツ丼ができました。ありがとうございました。